はい、ひと月し水です、えー、文春法、炸裂ということなんですが、今日もジャニーズ問題やっていきたいと思うんですけども、えー、これ、ホノルル現地取材、ジャニーズ事務所、藤島ジュリー景子前社長が涙の会見直後にハワイで豪遊という記事がね、えー、昨日の動画でも取り上げたんですが、なんと事業承継税制で860億円の税制逃れを画策しているという、ですね、まあ、とんでもね、話があーのー降って湧いてきて、え、被害者に寄り添うために代表取締役に残るとかって言ってたけど、あれ、全部嘘か。 っていう、えー、話になりまして860億かは、まあ、確かにまあ金の亡者になっても仕方ない金額ではあるなあというふうに送りのためにこれを収めなあかんなって思いたくないと、えー、ね、えー、なっております。で今日はですねにわかにあのー、盛り上がってきたこの社名変更ですね、うん、これはあの毎日新聞にスポニチの記事が配信されているんですけどジャニーズ消滅か取締役会で社名変更の検討を議論。 いいう,ふうに、えー、書いてありますこれ、記者会見でもちょこっと東山社長がねあの触れていたことなんですけども、これね、えー、何かというと、ですねあのこの記事によると、芸能関係者によると、現在は新たな社名を検討している段階、一方、被害者への補償を担当する組織として、ジャニーズ事務所を残し、全く新しいタレント会社を設立して、そこにタレントが所属する説もある。ちょっと待って、ちょっと待って、それなんか、どっかで聞いた話だな。ん えっとそれはあの新しい会社を作ってジャニーズ事務所という、えー、社名を消して、えー、今いるタレントを全部移しますで、えー、今の,の会社はそのまんま残して被害者の救済に充てるそのためだけの組織にするようにしていた方がいいですよ、うん、というふうにですね口酸っぱく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 言い続けたのはとある番組のとある2人なんですね。 それは何かっていうとですね、うん、うちの番組で言うてることやっけっていう話で、そのまま乗ってた私はびっくりしたというところで <laughs>、えー、今日もですね、ジャニーズ問題、これ、ジャニー喜多川さんというジャニーズのね、あの創業者の方がですね、えーまあ、鬼畜の修行を行っていたと、まあ、少年たちを食っちゃってたっていう話も、それも何千人というレベルなんですが、まあ、これに関して、えーまあ、新しい社名をね、変更するのが当然にもかかわらず、この社名変更せずやっていくと。 いうふうに言ってそれはまるでヒットラー株式会社のようなもんじゃないですかとそういう社名ないでしょっていうふうに本間さんが9月7日の記者会見で言ったことがついに聞き始めてきたなというところでえ社名変更ジャニーズ消滅かというところをえ本間さんと話をしていきたいというふうに思っているのとえこの文春法のホノルル合流と事業承継税制860億円相続税逃れまあこれもちょっとね あの改めてて触れておこうかなと思いますすさんよよろろしししくくおお願願いいま,まああの昨日の動画でも細かく話したんですけど事業承継税制っていうのがあってこれ本来後継者がいない金がないあの中小企業に対して、えー、代表取締役に、まあ、残っていれば、ね、後継者が残り続けていれば相続税の負担がゼロになりますよっていう町の あんまり儲かってない居酒屋とか喫茶店とか八百屋さんとか引っ越し屋さんとかそういうところ向きの話であって、えー、売り上げ1000億とかって言われているですねジャニーズ事務所に適用されるのはおかしいじゃないかと、えー、思うかもしれませんがこれはですねあのジャニーズ事務所の資本金は1000万円なので中小企業に該当すると。で、しかも 国税庁からの天下りの人をですね監査役に入れてるのでそこら辺もお詳しいだったら最初からさ記者会見で言っとけや。ねいやこれに関してはねう言っちゃったんですよ。でまず嘘が一個バレたでしょで社名変更に関してもしなくていいやって思ってたらえー、こんなに批判されるのびっくりっていうことで今更それが検討の土台に上がっている。 ななんんこれねやっぱりさ <laughs> なんてのまああのほんとんていうのかなこの今までのジャニーズの対応っていうのは、うん、もう日本の伝統的なね戦力を小出しにする様子を見てそこだけ美貌<ー>美貌あのなんていうんだっけその少しだけ。 そこだだけけちょっと直すあのー、戦力の蓄積投入と言われてるやつですね。うん、日本の伝統的なダメな戦略、うん、戦術で、と本来であればもう大手術しなければならないのを、それを面倒くさがってやらずに小手先でなんとなーく済ませておく。で、相手がもっとギャーギャー言ってきたら、じゃあ、 対応するるかということになるんだけどもうその時は大体あの原爆とかが落とされて偉いことになるっていうまあそういう歴史を、ね、日本は持ってるんだけどあのちょっと待ってください本間さんあのそれ戦国時代まで含めちゃいますから。えっと日本の歴史とか伝統とかじゃなくって旧日本軍の伝統 <laughs> <や>具体的には <laughs> ガダル・ガナルとかっていうふうに言っていたからで じゃ織田信長がそんなことやってたのかとか足利高一がそんなことしたのかとかいや豊臣秀吉は北条王の小田原城を落とす時に逐次投入どころかはもうありとあらゆるところから包囲して一気呵成にゾンってやってますのであの日本の武将とか、えー、優秀でございますあのダメなのは旧日本の陸軍の、えー、ガダルカナルとかで えー、ごく一部なので、ちょっとあの、織田信長とか徳川家康にまで風評被害を及ぶどはいいか,がのものかなるほど。ちょっと怒られちゃいます。<laughs> ちょっと怒られちゃいますよ。まあじゃあこの100年ぐらいの日本の天まあそんな感じ、そんな感じ、そんな感じ。ね、い,やんいや、やっぱり必る,る限定にしません。100年だとだって、まあ、太平洋戦争を乗っていう太平洋戦争にしましょう。はい。まあ結局さ、いや9月7日の,その記者会見の前にも、うん、実は ジャニーズ事務所社内でも5月とか6月の段階で変更した方がいいんじゃないかと。うん、で、署名変更自体は、の是非自体は当然その頃からも話し合われてきたわけですよ。うんうん、ずっと話し合われてきたわけです。うんうん、で、これね、それが結局まあ5月、6月、5月ってあの例のジュリーさんの動画を流したあたりが。うん もうその頃からやっべえなって雲行きはやっべえなっていうのはみんな分かってた社名変更するべきじゃないかとか、うん、会社を分割するべきじゃないかとか、うん、いろいろそういう話はもうあったわけ当然彼らもさ弁護士やら何やらみんな優秀なやつらさいっぱい入れてさうん、うん、あでも、ね、ないこうでもないってやったんだっけ、うん、そのあれだよね 5月ぐらいの段階でね、いや、俺たちすでに5月ぐらいの段階でさ、うん、なんで企業はあのジャニタリを引き上げないんだ、あうん、ごめん、ジャニタリを使うのをやめるとかっていう企業が出ないんだって、うん、俺たち言ってじゃない、企業がまずやめなきゃいけないんだ、うん、まずスポンサーがちゃんと態度を示さないと、ジャニーズ事務所も結局甘えることになるって話はね、5月、6月ぐらいにはもうすでにわれわれしてたけど、うん やっぱりね、それが判断狂わせたんだよね。<ー>5月、6月の段階っていうか、9月7日までどこの企業も態度はっきりさせなかったじゃない。うん、はっきりするっていうのは要するに、もう契約を延長しませんっていう、契約はもう打ち切りますとか、うん、延長しませんとか、新規しませんっていう話は、9月7日を境にドッと出てきたわけ。それまではさ どこの企業も文春とかは何とか聞いたって、あーと、様子見てますと、うん、ジャニーズ事務所がどう対応するのか様子を見ておりますっていう答えだったじゃない、みんな。うんうん、そうですね。そういう答えが、ジャニーズ事務所社内にも甘い観測をさせるさ、なっちゃったわけよ。うんうん、あそんなに厳しく出てこないんだなと、うん、あのスポンサーはね。うん で9月7日は本来であれば社名変更だって何回も多分話し合ったはずなのに、まあ、最終的には結局さ株,の株100%持ってる樹里さんが最終的には決断するわけじゃん結、うん、局はさで、えっと、東山は8月の段階で、えー、社長になってくれないかって打診があったって言ってたんだから、うん、つまり 新しい取締役会なんか開かれちゃいないわけよ。うん、多分、東山と、まあ、古株、広、うん、島とか、あと、いろいろ炎上したキムタクとか、うん、まあ、その辺の最高幹部っていうか、まあ、要するに、この上の人、年齢上の人たちを集めての会議はあったかもしれない。うん、で、そういうところで最終的に社名は今のと、今のところ変更しないっていうさ、うん グレーな感じ、うん、そして、えー、被害者救済のために私は、えー、株100%持ちながら代表取締役も<っ>残るんです。ここで他の人にね任しちゃったら逃げることになるので精神性被害者に寄り添いたいんですっていう理由がえ何お前相続税払いたくなかっただけ でしかかもなんかそんなこと言っときながらえっ、ー、と被害者に寄り添うんですとりあえず羽田に行ってハワイに飛んで5億円のコンドミニアム泊まります。いやもうで寄り添うんならさ寄り添うんならよそれが終わったと例えばだよ、うん、あの会見が終わった直後に、うん、いや終わ,る終わる直前ぐらいからかな、うん、あの被害者の会の人たちもあの記者会見やってたわけだよ。うんうん 例えばそこに行ってさ、うん、頭を下げるとかさ。いやもう頭下げるところか土下座したらいいじゃないか。ね、例えばね。うん、そうしたらさ、やっぱだいぶ世間のあれも違うじゃない。うん、今まですいませんでした。だって結局彼女はさ、被害者の会全体に会ってもいないわけよ。うん、あの中の何人かにしか会ってないわけよ。うん、だから、あのー、会そのものに対しては、 まだ頭も何も下げてないわけねメカね。うんうん、なのにそれをせず、Y 派にアロハーたわけよ。<laughs> いやー、だって、文集によるとすごいですよ。記者会見終わった直後に車で羽田空港の国際セッターみたいなって、サイならーンアロハー、ハワイーみたいな感じで行っちゃって、でしかも、何 ?5 億円のコンドミアム、なんから持ってて。 スリーベッドルームあって、あ、疲れた、疲れた、みたいな感じいや、まず、疲れた、疲れた、なのか知らんけど。あの疲れてちゃうけどね。うん、お疲れたと思うけど。いや、それはちょっと。ま、あ感じ悪いじゃない、やっぱりさ。だいぶ感じ悪い。 ジュリー氏が所有,するのは所有するのはオーシャンビューの角部屋で 190m の広さを誇るリビングからはハワイの海が一望できて潮風の感じることができるテラスもついていてバスルームとトイレのついたベッドルームがなんと3つもあるまたタワーに入るトランプインターナショナルホテルワイキキのサービスも利用でき朝食を作るのが面倒ならルームサービスで23ドルのアメリカンブレックファーストを頼むこともできます いい,ね、いいね。いやいいけど、あの、昨日の動画でも言いましたけど、いや、こんなんどうでもよくて、860億の相続性逃れの方が、同級のスクープだと思うんですけど、なぜか、文春はこれを先に出してる。<laughs> いやー、だからあ <laughs> まあだからね、社名変更、あの、結局、いくつか焦点があるけれども、うん、まあ、10月の2日。 おそらく10月2日に発表する、うんうん、10月2日に記者会見を再びやるのか、うん、それとも、えー、今回、このあれみたいこの10月2日に発表しますって言ってるみたいに、うんえー、ホームページに発表するのか、うん、社名変更するってなったら、やっぱ記者会見するべきだとは思うけれども。でももう早いから帰りたくないもん。そうね。うん <や>東野さんやっといてって。ズームで参加するのズーム参加する。で、アロハシャツだ。か来て、あらはーみたいな。でこう、バックはさ、このハワイのさ、ワイキキビッチで。マアミのこのザダーンザダーンって。ああ。そこまでさすがに、あのー、やらんでしょ まあ、なぜそこまでやって、あの反感買わらなきゃいけないのかね。全くわかんないからね。うん、で、そして、細かい突っ込みですけど、あのマイアミは関係ない。それ、フロリダですか。そうなの、ね。うん、<laughs> いや、<laughs> ハワイ行ったことがないからさ。<laughs> 私もないです。<laughs> ああ、そうか、そうなんだろうなって、すぐ思っちゃう。まあ、イメージなんとなく、フロリダのマイアミと。えっ、ー、と、ハワイのホノルル、なんとなくイメージ近いですけど。<laughs> えっと歴史を言うとハワイは独立国だったんだからあのー、ちょっとかなりセンシティブな言い方ですよそれは。ああまあそこでね、うん、うんまあ本んあのー、これはまあスポンサーにも責任があるよねうんあの五月六月の段階でさ いやサントリーの新浪社長とかさあんなに厳しいこと言うんだったら、うん、まあ5月6月にもうやめとけよかったじゃねえかって話だけどいやでもそれは<あ>多分社名変更ぐらいするだろうって思ってたんだと思うよだったらやっぱ大企業の社長たちみんなそう言ってるよね大企業の社長みんな社名ぐらい変えるだろうって思ってるし社長辞めないとえ社長辞めて代表には殴りますってかっておは ふざけてんのかとありとあらゆるその大企業の経営者がいつも気にしているポイントを全て地雷を踏み抜いたのがあのジャニーズの記者会見ですよだからこんなに広告バナナ起きてるそうだね、うん、でもそれがさそれをかジャニーズにやらせちゃったのは何となくさ曖昧に見えていたからなんてスポンサーが。 まあねまあそうですけど結局相見たいなところがあってさ1、うん、一社でも1社でも態度を明らかにしていたらジャニーズ側も警戒してあの社名変更に踏み切るとかね俺はやったと思うけど一社もいなかったんだもんだって9月7日までまあでもそれ本間さん自身が言ってましたけどあの変更するの大変じゃないですか今から CM 全部とか。 だから祈ってたんだと思うよ、9月7日で社名変更して代表取締役やめて株売ってくれと、<laughs> こんだけひどいことしたんだからそれぐらいやるだろうと思ったら、え何にもやらないのっていう、もう大批判を浴びているところに、え記者会見直後にホノルル行って、コントーム止まって、は代表取締役残って株持ってる理由は、860億の相続税とかね。 これに関してねあのまあそうはしょうがないねって思えるのは私今パッと思いついた2人しかいません経営者、うん、気持ちはわかるけどそれはダメだよ藤島さんっていうふうに諭せるのは2人しかいませんお<う>あとはみんなブチギレる、うん、誰か孫正義とユニクロの柳井社長ですこの2人は、うん、あの大金持ちだし 経営も分かってるからあんまりそらあかんやろっていうふうになると思うけど、うん、サントリーの新浪社長はあんなにブイブイ言わせてるじゃないですかあと経団連の徳倉会長も許さないとかって言ってるでしょあの人所詮雇われですからそう、ね、サラリーマンだ、ね、サラリーマンでしょで年収そらねあの数千万あると思うよ資産も数億あると思うよだけどそんな彼らはいろんなこと気にしてるわけですよ 法令遵守とかいろんなこと気にして頑張ってるのにお前ジャニー北側川からポットで、ね、金ついて棒金持ちのあのお嬢が俺たちがいっつも気にしている代表取締役の会社法とか相続税逃れたり社名変更とかもふざけんなって絶対妬みあると思う怒るもんそりゃ怒るよねうん まあそれでこれでこの勢いでねなだれ現象が起きていて、うん、まあこんだけなだれ的に離れていくとさすがにやっぱりみんな動揺するじゃない当たり前だけどで,で,で当然ながらじゃあこの動揺をどうやったら沈められるんだってことにうん、うん、で社内で会議を開いていてまあやっぱりやっぱだめかと。 なんとか社名変更なんとかごまかしていけるかなと思ったけどやっぱダメみたい <laughs> でやっぱダメみたいどころかなんかハワイに行ったこともバレてるぞ、と相続税問題も封してるんで状況は悪化しておりますって <laughs> <laughs> だからね5月とか6月ぐらいの時に社名変更するって言っときゃよかったんだよって話だけど、うん、まあもちろんさっきから言ってる通りあの 大日本帝国陸軍方式をさ、うん、採用しちゃったもんだからさ、うん、ねあの相手の力量もなめてる、うん、相手というのは今回の場合はスポンサー全社テレビ局、うん、まああと世論ねあ,あいつらはうちに忖度してくれるんだからうん、うん、大丈夫って思ってたけどさすがにちょっと今回はもはやもはやそうはいかなくなってるっていうねうん、うん でもまあさ、ね、前も他の回でも言ったけど、うん、まあ、社名を変えたとしてもだ、別に、その、ファンクラブは存続するしさ、うん、もちろんあれだよ、いろいろと社名変更に、社名変更するのって、めっちゃくちゃ金かかるわね、当たり前だけどさ、ファンクラブにせよ、何にせよ、ここ、この、今、ジャニーズ事務所の本社になっている、この乃木坂のこの、 あの、ジャニーアースシエツのあれも変えなきゃならねえし、なんでもかんでもみんな変えなきゃいけないから、これはもう億単位のお金がかかるわけだ当たり前だ。だけど、まあ、ファンクラブはさ、あってさ、それで、え、コンサートでの、ファンクラブとコンサートでので、年間500億ぐらいの見入りがあるのわけで、別に経営が揺らぐなんていう話ではないわけですまあ、 社名変更ぐらいは別にやれるっちゃ、すぐにでもやれる。まあ、社名変更よりハードルが高いのは、あの、相続税です。そうだね。相続税っていうか、それはまあ、獣医さんの相続税なんだろうけれども、なんだけど、まあ、それをやって、えー、さらに彼女が何かしか残るか、残、うん、らあんのか。で、ここでさ、またなんか中途半端なことやってさ、 2 3 0パーセントぐらいは切り離したけど、うん、相変わらず彼女が筆頭株主っていう形でさ、なんかもうちょ,ちょっともうなんか世間一般からするともう許されない雰囲気があるじゃない、うん、今だから俺はなんとかして彼女はもう50%以上を売っ払ってもう責任者ではなくなるまたは全部売っ払ってもう この経営から完全に手引くみたいなね。そういうスキームの何か考えてるんじゃないかなって俺は思うけど。それめちゃくちゃ難しいですよ。うん、まあ、そりゃそうだ。八百六十億の相続税払える分は。金額つかないとダメなわけじゃないですか。うん,うん。ってことは八百六十億で売れればいいんでしょになるかもしれないけど、まず。その売った時の所得。もかかりますよ。キャピタル全員課税だと思うけども。うん、そうすると。手元全額。 半分売るのだとしても時価総額2 3 0 0 0億円ぐらいで計算しなきゃダメだからとんでもない金額いやこの事件が起きる前に藤島ジュリー恵子社長が電通なり何な,なりに売り払いますと530億円毎年ファンクラブ入ってきますと。 でもうちのタレントも独占ですよとすごいでしょっていうふうに言ってたらもう時価総額五5000億とかついたと思うけどこれは今更す0 0 3 0 0 0億価格つくかな、うん、かなり難しいですよ難しい案件なんだねうんいや、うん、でしかもでもさ、うん、でもだって資産としては別にさ 残ってるんだぜ、まあ、まあ、ビルがね。まずビルがありますよね。事務所にタレントもみんないるわけじゃ、うん、うん。つまり資産は人なんだけどさ。まあ、確かに、あのー、独占契約結んでるから、勝手に辞められませんと。うん、しかも、独占契約は現代ビジネスの記事によると、太陽系全域にまたぐと。<laughs> 太陽系全域にまたぐ契約ってなんなん何なの何それ。 うん、<え>銀河系とかって言いたかったのかもしんないけど、うん、まあ太陽系でいいかってまああの、うん、プレデターなんでねがあの宇宙からやってきてますから、まあ、太陽系の外でしょプレデター設定はあんま詳しくないけどまあでも太陽系ち <laughs> あプレデターみたいな人たちいませんからね、まあ、実際あの銀河系ってしたかったけどもちょっとそこはあの謙虚な気持ちになってうちの独占契約は太陽系全域に。 っていうふうにいやこれ本当にそういうふうに記事に書いてたんですよ皆さん書いてあったね私が個人的に気になったのは太陽系の定義ですよ、うん、オールトの雲まで含む約1光年ぐらいなのか <laughs> えこれあのえ1個年ぐらいですねでそれともあの海洋性それとも今準惑星に落ちちゃった冥王星それとも発見されるプラネットナインがまだ候補としてあるから定義できないとか何かいろいろ気になっちゃいましたけどまあバカバカしい契約だなと思いました まあそういうことも平気でやるわけで、うん、まあほら何えー、何社か P&G とか構成とかがね、うん、タレント独立してタレントと直接結べないかとかさうん、うん、いろんなこと言うとるけれども、うん、いやそりゃさいくらでもね考えうる手はなくはないが、うん、じゃあ実際にタレント個人と契約するっつったって じゃあマネージャーどうすんだよとかさ、うん、他の仕事との兼ね合いどうすんだよとかいっぱいめんどくさい話が出てくるからそうです、ね、言うほど簡単じゃない、うん、もう言うほど簡単ではないそもそもマネージャーついてなかったら仕事なんかできないもん彼らは、うん、送り迎えから、うん、何からさ、うん、なのにマネージャーはえマネージャーはあれなのあのジャニーズ事務所から借りるのみたいなさ、うんうん、話になるじゃないよ そんな無理に決まってるわけ、ねうん、ああなんか企業様はお気楽ですなっていうふうに思うけども、うん、まあでもさ確かにあの現実的にはさ清水さん言う通りさ、うん、いくらで売れるんだいってしかもこの評判が地に落ちているこ状況そうですよってもちろん思うが、うん、それでもさまあなんかさある程度の損はしたとしても売ると。うん で自分はもう経営から身にくっていうような形を取らない限り、うん、もうジュリーさんもさ、多分ね、めちゃくちゃ疲れてるよね、これ当然、当たり前りやうそうですずーっと俺もそういう話は聞いてるけれども、うん、彼女は結局、この、えー、事業承継を使わない、えー、使って残るに残ったとしてさ、うん、永遠にまたずっと言われるわけだ、これ。うんうん でも、それでも残るのかでも、ほんまさん、百6 0億ですよ。百六十億ですよ。<laughs> とてつもない金額ですよ。いや、これが、数億円だったら、なんか折れそうな気がするけど。まあ、俺もね、億は見たことないし、ああ8万6000円でも払うのやだよな。いや、税金はそれはそうですよ。 誰かにあげるとかねいや被害者の救済のために860億使うのとなんか国が持ってったっていうのは全然ダメージ違うと思う違うよなでしかもこの文春の記事で恐ろしいのは国政庁からのリークなんだよこの記事だから国政庁狙ってるんですよジュリーさん国政庁に狙われてますかわいそうに でも今のこの事業承継のやり方は、別に脱法行為ではないわけです、うんもちろん、もちろん,もちろん、ね、ちゃんと税制に基づいて、ね、みな皆さんこれあれれですよあのこれはちゃんとした税制に乗ってやってる行為であって、うん、別になんかアクロバティックなことやってるわけでも何でもないわけね。これ自体は別に全然さ、脱法行為ではない。ただここ、ね、事業承継税制は 町の小さな会社が相続税を払えない時にこの町の喫茶店存続させてくれるんだったら町の喫茶店大事だから町の八百屋さん残ってほしいよねあこの会社継いでくれるの人手不足のこの時代にありがとう会社経営するのに大変じゃあ5年間社長ちゃんと勤めてくれるんだったら相続税免除しますよっていうお金がない中小企業向けです。 ね売り上げ1000億で都内にビルいっぱい持っててファンクラブのでっかいが500歳超下入ってくるところだって想定外ってやつですよそれ誰も想定してない誰も想定してないよ,ないよこったろいやーあこれ町のタレントや町のタレントあの港区の町のタレントやあののトや <laughs> あもうちょっいちょっぱちょっぺちょっ,ぱっちゃいところですといやそういうわけにはいかんやろ でジャニーズ事務所は資本金が1000万円なんで法律上は中小企業なんですよそう非常上でねうんすごいよねうまいうまいうまいことやってるよやっぱりい<や>だが、うん、それででもねまた、あ、最初に戻るけどその、えー、9月7日の会見の時に私は100% まあ私は代表,取締あと代表取締役として残るのは被害者と向き合って今後はひ被害者の皆さんとあに向き合ってそれだけの仕事をするために残りますって言っちゃってっからさえそれ嘘だったんだ嘘です、ね、はい嘘です <laughs> っていうことでしょう。 だって本当だったらあ記者会見終わったらとりあえず羽田行ってハワイ行くかってならないからならないよね。うん、そしたらさねあのパレスホテルの会見場からすぐに車に乗って、うん、車乗ってって自分で運転してるんじゃないよ、うん、運転手ついてるからね、うん、その車に飛び乗って被害者の会が集まってるところへ行って、うん、そこに土下座するなりして頭を下げると。うん で今後あの皆さんと向き合ってやっていきますって、うん、言ったらめちゃめちゃ株がバババばって上がってったんだけど、うん、それもやらずにハワイ飛んでっちゃったっていうのは、うん、やっぱちょっとだいぶ感じ悪いよね。でその感じの悪いのをどう消せるのかっつ話よう話、うん、10月の2日はもう社名変更こんだけニュースになってるっていうことは 社名もちろんニュースの中では社名変更を検討かとか検討ってしか出てないけれども、まあこんだけ出てさ、10月2日になってさ、東山がまたさ、いろいろと検討はしたんですけど、やっぱり社名変更はなしになりましたって <laughs> 言わでしょ。大炎上。大炎上。大炎上。言わない,でしょいや、言ってくれたら美味しいけどね、YouTube 的には。さすがにそれはないだろう。 さすがにもしそれ言ったら俺がもう一回そうしなきゃならない。<laughs> <laughs> まだ一つ続けだいんかいって。あの、一ヶ月前にも言ったんですけど。って一つの株式会社、ーリン株式会社はない。あポルポと株式会社もないでしょって。<laughs> <laughs> いやでもあの、スタリ人株式会社あったから、ポルポと株式会社調べろくないと。あ、そうか。うん、そうね。ちなみに、本間さん。私、法務省に。 問い合わせてですねまあ簿、うん、法務局問い合わせてジャニーズ事務所の登記簿を取ろうとしました今うんそうすると請求があった会社法人等は登記事件の処理中です登記が完了した後に再度請求してくださいって出ました事件って何これ多分ね今東山社長の登記してるんだと思いますああ<ー>、うん、そっかそうだね であの資本金が本当いくらなのかなっていうのは知りたい<う>まで、1000万だっていうふうに言ってるけど、うん。た、うん、ら今、登記中だからないって。あら、残念。うん、残念。これ、1回やるたびに332円かかるんですよ、皆さん。乾杯よろしく、ね。なるなる、うん、まあ、だからさ、うん、社名変更はもう絶対やると思うのよ。まあ、問題は次よ、うん、その、ジ樹里さんの,その株式の話だよね、やっぱね。 結局も,うもちろんそれだけじゃないんだよ、<laughs> その実際本当に被害をも被害被害を被った人たちへの保証をどうするとか、ど、うん、っちの話も実はあるんだけど、うん、ちょっとまあそれはそれでややや,やりつつの、うん,うーんやっぱり一番こう世間の注目を集めるのはもう、社名変更、うん、それとジュリさんがどうするか。 っていうのん。なんていうかでも、社名変更はもう、なんかあの記者会見、本当失敗だったから、ありとあらゆる人を怒らせたんですよ。ま、社名変更しないっていうことで、被害者の人たちがブチ切れ。で まあ、新なさんとかね、経団連の徳田会長とか言わないけど、俺たち年収数千万で頑張って何あの子娘があれだけ金持ってて、しゃべえも変えない社長も降りただけで代表取締役に残って、はその上、相続税のが八860億、ほい、ええー、どすなーっていうふうに絶対怒ってる。絶対怒ってる。そ、うんは怒る。雇われサラリーマン社長だったら絶対そこ怒ると思う。だって、 自分の給料は福島ジュリー景子社長とかと比べて安い資産も安いにもかかわらず向こうの方が好きかってやってて自分の方が1万倍細かくやってるんですよでしかもそんな会社に「え俺金払ってんのスポンサーなの?」「もやめだやめ」って切れるってスポンサーでならってて次の CM はロケ行きたいって言ってんのはダメだって言われてんだよ <laughs> みんんんななな忙しいいかからロケでできないんですよってスタジオ取りだよ全部スタジオ取りだよとお前んとこで勝手に金出して CG でも作っとけってあのジャニーズタレントはあのわがままで有名なので事務所があのロケで取りたいんですけども面倒くさがなしなし拘束しちゃダメってまああの傲慢というよりも確かに忙しいんで忙しい理由はなぜか それはロケに行って100万円とか1000万の仕事をね34日で入れるのとスタジオ取りで4日間で1000万の仕事を4つ入れるどっちの方がもかりますかっていうそういう話だと思いますよ、うん、だからさもうロケ行きたがらないんだよねほ、うんとにやれやれやそういうのも知ってるからもう 本当にこう、神戸を垂れて、こう、ありがとうございます、ありがとうございますって、相手だったらまた考えるかもしれないけれども、うん、まあ、そういうこともしないしさ。あげくの果てに社名も変えねえし、こいつ、相続税逃れもしてるし、しかも記者会見のあたり、ハワイで、コントビアムいや、これ、本当、日々危機管理の対応してる大企業のサラリーマン社長、すべての地雷をぶち抜いてますよ、これは。 これは無理。てるんだってほんとなでもそれをさ最終的に選んでるのはさ全部彼女が最終的に選んでるわけよ、うん、別にほにだって誰もいないわけで彼女が100%で100%株,株式持っていて最終責任者であることは何も変わらないわけって、うん、でさまざまなシミュレーションしたはずなのに一番最悪なやつを選んでるわけよ ど,どれにしようかなってやって、一番最悪のやつペッてぺって,取ってでまた炎上するっていう、ねで、しかも最悪の上に嘘までついてたっていうまあすべてが嘘だと言えるかどうかど代表取締役、残るのは税制上の問題もございまして。 えー、860億円近い相続税を国に納めるよりかはきちんと残ってこのお金を被害者の方々に残していきたいという思いでありますっていうふうに一言言っときゃよかったんだよ一言一言ねそれがなかったそうそしてずっと向き合って皆がね被害者の人たちへの補償を尽くしていきますって言いながら会見が終わったらハワイ行っちゃったっていう。<laughs> うん、怒るよそりゃ。怒る、うんまあ、ちゅうわけで、えー、今回も文春法を含めて、えー、解説しましたけどまあ、社名変更はどうもありそうだと、うん、ジャニーズという名前が消滅する日が近いんですけども、うん、斜め上に行ってですね、えー、しないという可能性もございますが。うん それもちろんゼロじゃないよ、4可能性はゼロではないな、ね。株を売るのは相当難しいと思うんですけど、うん、1000億、2000億単位のスポンサーでしょだって1000億円で売れてもキャピタル・ゲイン・課税であの2、3割持ってかれるはずですよ。 めちゃくちゃ不当に安く売って、なんか税負担をあのー、免れるって言ってはないうんあそれは無理で相続税払わなきゃだめだから。うん、そうだな。相続税っていうのは相続した段階でいくらあったかかっ、ね、そうです、そうです、そうです。もうそれは相続税の申告金は2020年の5月に来てます。それ過ぎた後ですから。 で、じゃあ、その前に、めちゃくちゃ安い金額で、ジャニーズ、ジャニー喜多川さんからも,なんかもう、なんか、1000億の株1円でもらっときゃよかったじゃんって思うでしょ譲渡税がかかるんですよ、そういうのはちゃんと。<laughs> 天網開買いソにしてもらさず。まあ、本来こういう時に使う言葉ではございませんが、天文開会そソにしてもらさず。<laughs> 仏教用語だったと思うけども、それよりも細かいのが、国家の税金の網でございます。皆さん。<laughs> 恐ろしいですね。 というわけで<い>、えー、このままだと原爆落ちてポツダム宣言よりひどいことになりかねないので、えー、一言ながら心配になってしまいますね。はい。と、え、い、ー、うわけで、えー、本日は、えー、本間さんと話をさせていただきました。本間さん、本日もありがとうございました。チャンネル登録といいね、よろしく。ジャニー。あ,ね、ーあと、また記者会見があったらですね、本間さんは多分行くと思いますので、えー、その時の交通費なども乾杯いただけると嬉しいなと思います。ジャニー。どうも。 はい。今日もありがとうございます。電通と戦う本間竜さんはですね、えー、なかなかメディア、ラジオ、いろんなところに呼ばれないんですね。で、本も広告がされません。皆様のンパがないと続けていくことができません。今日も読書と本間さんと言いたいので、ぜひ本間さんの本を買ったりカンパよろしくお願いします。現金もクレジットカードもどっちも対応します。よろしく。今日も読書。それでは。